天使の羽。イワン、お前も。クラタス、あんたたちは一体何者なんだ。俺は何者なんだ。俺は何を信じればいい。ロイド、しっかりして、自分を見失わないで。コレット、誰の血を引いていても、どんな生まれだったとしても、ロイドはロイドでしょ。天使になっても私は私だって言ってくれたのはロイドだよ。たかだか親父程度のことでぐらついてんじゃねえ。何を信じればいいか。ふざけんな。信じることを信じ続ける、そう言ったのは嘘っぱちか。俺を失望させんなよ。ゼロス、行け。巫女を守るために強くなりたい、お前はそう言った。あの言葉がまだお前の中で生きているなら、その言葉を信じればいい。逃がすか。行け。でも、ロイド、コレットを助けるのが先だよ。どうです、ニコのマナの味は。ようやく調整し終えたマーテル様の器、絶対に渡しませんよ。世界を救うどころか仲間を助けることもできない。まさにニコは愚かなる罪人というわけですな。ごめんね、ごめんね、みんな、ごめんね。違います。悪いのはコレットさんじゃない。コレットさんは悪くありません。悪いのはミコに犠牲を強いる。世界のシステムです。何？プレセア、プレセア。クソフィアの苗床の分際で。こうなったのは全てミコのせい。恨むのなら私ではなく、ここにいる愚かなる罪人を恨むのですな。
違う。コレットさんは悪くない。ありもしない罪を。なあ、吸い付けないで。やったか。約束したよな。あの出来損ないのペンダント作り直してプレゼントするって。こんな形になっちまったけど一生懸命作ったんだ。お前の笑顔がもう一度見たくって。よし。だからさ、戻ってこいよ。な。コレット。コレット。そう簡単には私はせぬぞ、小僧。マーテル様の器はユグドラシル様のものだ。そうなの。貴様裏切るのですか。俺様は気まぐれなのに。チナ、やってるよ。ダメだ、制御できない。チナ、魔人剣。もうアリシアのような思いをする者を増やすわけにはいかんのだ。コレットは僕たちと一緒に帰るんだ。剣に秘められし七色の裁きを受けよ。レズバスターだ。そう、みんな雑で醜き者を取り除いてくれるわ。やめろ、コレット。コレット。
は？これはライドが、ライドが私にくれた誕生日プレゼントなんだから！これから今まであったこと全部話してやるよ。仲間だって増えたんだぜ。みんなが協力してくれたからやってこれたんだ。いっぱいいっぱい話してやるよ。思った通り、コレットちゃん可愛い声だな。ちょっかい出すんじゃないよ。コレット、お帰り。ただいま。